皆さん、こんにちは。小場翔です。新年ですね、明けまして、もう今日1月4日ということなんですけれども、まあね、年明けの年賀状に関して、ちょっと話をしてみたいと思います。今回はね。まあ、もうそろそろね、正月気分も抜けてきた頃だと思うので、あんまりね、がっつり正月のタイミングにちょっと話すよりは、少し落ち着いてから話そうと思ってたテーマなんですけれども、まあ、年賀状ですね。ちょっと僕は、すごいね、思うところがあって、まあ、今回ね、多分 YouTube で言うのは初めてだと思うんですけど、動画にしてみようかなと思います。で、まず、年賀状という制度ですね。僕はね、別に悪いと思わないです。やっぱり、普段、まあ、今はね、LINE とか、まあ、メールとかですね、気軽に、まあ、コミュニケーション取れますけど、まあ、昔はね、なかなかそこまで気軽にコミュニケーションを取れなかったりとか、まあ、あとはね、プライベートの連絡先とかは、あんまり知らない、まあ、じゃあなんで住所知ってるんだっていうのはありますけど、まあ、そういうね、まあ、親戚とかですよね。まあ、そういうところとのコミュニケーションツールの一つとして、まあ、年賀状があるというのは、僕は全然いいと思うし、使いたい人が使うのはいいと思います。ただ、僕自身は基本的には出さない方針で生きてます。で、まあ、皆さんもね、最近の人は出さないっていう方も多いと思うんですけど、ただ、やっぱり僕もね、一応社会人だったりとか、まあ自分で会社をやっている、まあ人間なので、まあ、なんていうかな、失礼があってはいけないということで、まあ来たものに関しては、まあお返しするという、まあそういう方針なんです。で、結構、まあ皆さんの中でも、そういう方針の人っていると思うんですよね。まあ自分でもね、年内に書いて、25日でしたっけ？その元旦までに着く、1月1日までに着く日にちゃんとポストに入れてね、っていう人もいるだろうし、まあ僕みたいに来たら返すって人もいるだろうし、まあ人によってはね、まあ来るものはまあ来ちゃうけど全部するとか、まあメールで返信して終わりっていう人もいるかもしれないんだけど、まあね、すごいね、僕困ることがあって、まあそれがですね、後から来る年賀状すごい辛い問題っていうのがあるんですよ。で、皆さんもね、分かっていただけると思うんですけど、年賀状の困ることの一つが、年賀状そのものしか年賀状にならないっていうことなんですね。だから例えば、普通のハガキとか、もちろん、郵便局に行けばね、ちょっと手数料払って、切手に変えてもらえるとかってサービスがあったと思うんですけど、ただ、超めんどくさいじゃないですか。で、自分が、この、例えば2020年の年賀状で、何枚、ハガキを使うのか、年賀状のハガキを使うのかってわからないんですよね。そうすると、ちょっと多めに買っておこうとかってことになるわけですよ。ただね、お金無駄ですから余らせたくないし、まあ、結構ね、何十枚というふうに、こう、書く方においては、まあ、ご自宅でプリンターとかでね、まあ、こう、ガチャンガチャンって作る方もいるかもしれないけど、まあ、僕みたいにですね、普段から、まあ、年賀状を、来たものしか返さないという人間にとっては、その年何枚来るかっていうのすらわかんないんですよ。で、もう、特にね、僕なんかは結構早い段階から、もう来たものだけ返すという方針にしてきているので、まあ本当に、明けましておめでとうみたいなのはね、もう LINE とか、まあそういうので済ますようにしてるんですけれども、まあ基本的に、そうやっぱその年その年によってね、来る人が変わるんですよ。で、2020年で言うとね、まあ親戚もね、結構メールに変わりまして、まあ僕のね、まあ祖父とかからも来たんですけど、まあメールで、明けましておめでとうみたいなのが来て、まあ僕も返信しましたし、ただ、その他にね、こう友人から来る分っていうのがあったんだけど、今年はね、来てない友人っていうのもいて、まあ、もしかしたら僕の今の住所を知らないのかもしれないし、やっぱり引っ越したりするのでね、あんまりね、いちいち引っ越したからって、友達全員に住所言う時代じゃないじゃないですか。だから、まあ出さないって人も多いんだけど、今の僕の現住所知ってる友人が、何人か送ってきてくれて、多分去年結婚式とかに行って、まあ僕の住所がはっきりしている、そのなんかあれかな、引き出物の関係かなんかで住所を伝えたのかな、招待状を送るとかでね、そういった友人が何人か年賀状を送ってきてくれました。うん。まあ、嬉しいですし、返しますけれども、ただね、すごい困るパターンがその二つあって、一つはその、後から来るんですよね。元旦にもう一斉に来てくれれば、まあ、当然その、ね、元旦に来たものを確認して、まあ、元旦なり1月2日なりに、まあ、僕の場合ね、もうそんなに何枚もないですから、コンビニ行って、その、もう印刷されてるね、まあ、あんまりね、白紙のものって味気ないんで、ちょっと高いですけど、印刷されてる年賀状を買って、まあ、そこにパパパって書いて、まあ、出せばいいんで、別にその手間じゃないっちゃ手間じゃないかもしれないけど、まあ、ただやっぱり買いに行くのもめんどくさいし、またね、買ってポストに入れる、に行くのも、まあ、僕の中ではめんどくさいわけですよ。で、まあ、
その手間をね、まあ、惜しむなっていうことなのかもしれないけど、でもそれがね1月1日だけだったらいいんだけど、場合によっては1日にも来て2日にも来て3日にも来るってなると、もう毎日さその作業をしなきゃいけないし、何枚自分がハガキ買ったらいいかも分かんないわけですよね。で特にね、困るのが会社に来る年賀状がね、これ一番これ大変なんですよ。なんでかっていうと、当たり前ですけど、まあ、僕もね会社を小さいながら経営してるので、その会社のこう、まあ、事務所というかオフィスというかね、まあ、その大したあれじゃないですけど、まあ、場所をまあ借りてね使ってるわけですよ、ね、働く場所として。で、まあ、社員もね使いますし、僕も使いますし、みんなでねその場所を使って働くわけだけども、そこにさ1月1日とかから行きませんよね。まあもちろん用事があればね僕は出入りしますけど、まあ普通にやれば社員とかはさ1日って休みだから行かないわけですよ。まあおおよその企業においてはね、まあ31日123ぐらいは休みだったりとかの会社が多いとは思うんですよね、うん、まあもちろんいろんな事情でね、もちろん例えばねコンビニとかだって1日やってるところもありますし、別に休むのが当然だけじゃないけども、まあ行かないかったとしてもおかしくないじゃないですか。そうすると、まあ、今年なんかは 1,2,3 が、まあ、平日ででも休みで土日が休みとかってなると、まあ、6日から働き始める人って結構いると思うんですよ。で、そうすると、6日に初めて会社に行って、で会社で年賀状を確認して、そこから返信するの、またこれめんどくさいわけですよね。もうね、もう、そういうことを考えると、もう会社同士のね、年賀状はあまりやり取りしなくてもいいのかな、なんていうふうに、まあ、個人的には思っちゃったりしますね。特に、年賀状ってそのまた若干謎のルールがあるわけですよ。その年内に届いてはいけないからね、25だかそのさっき言ったように元旦に届く日までは出さずにその後に出すとかね。あとは逆に年が明けてから、確か松の内って言うんですかね、1月の6日だか7日だか忘れましたけど、まあ、その日までにはその返すとしても遅くなったとしてもその日までには出すとかあるわけですよ。ただね、人によってはどうやってもその一定の期間に出すのって難しいわけじゃないですか、ね、例えばさっき言ったように、じゃあ1月の5日までは働いてなくて6日から働き始めるけど、例えば6日は年賀状出すタイミングがね忙しくてなくてとかね、そうすると7日に出して、あ、お忘れた8日だ、あ、もう年賀状じゃない寒中見舞いだとかって、もうぐちゃぐちゃしていくわけですよ。ちなみに豆知識ですけど、一応年賀状の期間の後はなんかその寒中見舞いを出すのが、まあ、礼儀ではあるらしいです。はい、まあ、出しても届かないということはないと思いますけどね、化身が押されてしまうということだと思うんですけど、まあ、ただそういうのがさ、やっぱり僕としてはなんか文化としてすごいこう不都合だなと。だから年明けに届くっていう制度はすごくいいと思うし、別にそれを否定することはないんだけど、例えば1月中だったら、まあ、別にいつ返してもよくないみたいな、なんかそういう風な風潮に僕はしてほしいなと思うんですよ。で、別にその年賀状を否定はしないし、出したい人もいるだろうし、それでね、お互いこう送り合って、まあ、コミュニケーション図るし、僕もね、今年その、まあ、去年ね、結婚した、まあ、僕も去年結婚したんだけど、去年結婚した友達からその奥さんとの写真とかでね、こう送られてきて、ああ、なんかむつまじくていいな、なんか普通に思うし、まあ、そうやって送られてきたらね、あ、そうだ。最近会ってないからね、今度ご飯でも行きたいなとかね、思ってするわけですよ、友達とね。だ全然別に文化は否定しないんだけど、その制度ですよね。その中身として、1月、例えば7日だか何日だかに返さなきゃいけないみたいなのは、まあ、ちょっと嫌だなって思うし、まあ、ただね、気にしてない人も多いかもしれないけど、なんか、もうちょっと、緩く捉えてもいいのかなという気はしてます。ちょっとね、だから僕も絶対こうすべきだっていうふうに、まあ、なかなか動画で言いづらいんだけど、僕としては、まあ、もう返信はねメールとか LINE でもいいかなって思うし、まあ、出すとしても1月いっぱいとかでも年賀状ありにしないみたいなそうそう、ありにしませんかっていうのが僕の提案でございます。なんかね、インターネットで調べたんですよ。一応この動画を撮るためにネットを調べたら、年賀状をメールで返すのは失礼だみたいなのが結構あったんですよね。そのなんかヤフー知恵袋的なね、こう質問サイトみたいなので、結構ありましたね。やっぱり、LINE で返してきた人がいて、ムッとしたんですがどうですかみたいなので、結構、あ、そうですねみたいな回答があったり、メールで返すのはちょっと常識外れだと思いますみたいな。まあ、僕と同じ意見で、いや別にいいんじゃないですかって意見も、まあ、ちょこちょこありましたけど、
まあね、そう、やっぱまだまだそういうね、ちゃんと返すっていうのが常識の時代なのかなっていうふうに思うと、まあまあまあめんどくさいなって感じはしちゃうんだけどね。まあまあ皆さんいかがでしょうか。まあ今年もね、年賀状をね、まあ今ちょうどもう書き終わったぐらいのタイミングだったりとか、まあ来たものに返信しているタイミングだと思うんですけども、まあ皆さんもぜひご意見いただければなというふうに思います。まあね、年賀状そのものはいいと思うんだけど、まあ面倒は臭いですよね。うん、買いに行かなきゃいけないし、出さなきゃいけないから、まあ別にね、それこそ、なんか LINE とかでね、やればいいかなっていうふうに思っちゃったりするんですけどね。はい。ということで、まあ僕はね、自分からは送りませんが、来たものは返す派ということでですね、まあ年賀状の話をさせていただきました。まあ多分見てないと思うんですけど、ちょっとまた仕事関係の人でね、もし私に、会社に年賀状を送ってくださった人がいたら、僕はね、さっき言ったように6日まではですね、会社に行きませんので、見ることもございませんので、返信はすごく遅くなりますので申し訳ございません。場合によっては仕事関係の方こそ、もう遅くなっちゃうんで返信はねメールとかにさせていただく可能性もございます。はい、というわけで本日の動画は以上です。これからも、よろしくお願いいたします。